異物じゃない、これは。ウォーチューチーはへえ。うわ、トンボが衝突した。暗い。長い長い道のりを走り続けて2時間ぐらい、いよいよ札幌から 99.5 キロじゃねえかよ。ちくしょう、いいタイミングで録画ボタンを押したっていうのに、あと500メートル足りなかったよ。今度こそ札幌市街地から100キロでございます。我が家から90キロ走り続けたということになります。はあ、今度はね、北見っていうねサインが見えてくるんですよ。いよいよ北見だよ、北見。いよいよ北見もね、知床に行くときに通過しかやってないですからね。一般通過ルミナスタジオでございますよいや、国道12号線はまだまだ続きます。まだまだ続くって、このドライブ会、車載動画会が3回分続くんじゃないかっていうぐらい長いんです。下の道っていうのはね、何かとね、個人的な北海道の遺産のようなものがねたくさん並んでるわけですよ。その遺産をね覗くっていうのがね、この下を走る目的でございますからね。北海道にはね廃墟がねそこそこあるんですよ。こういったね雑木林の中にね埋まっていたりね、それをねこの目で見るのがね楽しいんです。入ることはできなくても見るだけでいい。いよいよ入りました。ここが旭川市でございます。旭川に着いたからといってね、まだ市街地が先なんです。あと18キロぐらいはあるんですよ。あ、いい川だもんね。すごい上流って感じがするわ。国道12号線本気を出してきましたよ。で、ところでさ、なんか道の駅的なところとかさ、イオン的な何かとかさ、そういうのってないのかなね、どっかにないのかな、ないのかな。あれ、ローソンがある。いいね、ローソンがある。いいよいいよ、そのローソン。おい、行きましょう。違う、このローソン工事中じゃねえか。東に進みます。マジかよ、工事中じゃねえかよ。 200m 先左。あー、休憩できるところ見つけました。セイコーマートでございます。セイコー、やっぱりセイコーマートがナンバーワン。これね、フライドチキン、セイコーマートのね新商品、焦がしラー油チキンだってよ。ホットシェフ、ね、ラー油の、ラー油って言ってもあれだね、食べるラー油的な旨味が感じますね。あ、これうまい。280円すんだけはあるわ、うめえ。さて、休憩もしたことだし、そろそろね、1時、13時になってしまうんで、早いうちにケリをつけておかないとね。ここは大雪山が綺麗に見える町、ピップ町でございます。ピップ町でございます。ピッピではありません。ましてや枯れピッピでもございません。
で、どうやらこのまま北に行くとね、このまますぐと稚内に着くらしいです。稚内までね235キロ。ふざけてんのかふざけてんのか、235キロかよ。さあ見えてきましたわよ、旭川門別道ピップ北でございます。ここに入りましょう。しばらく道なりです。分岐を右方向です。ピップ北入り口でございます。旭川門別道イン上川方面。分岐を右方向です。とりあえずはこれで安泰ですね。少しはゆっくり進みましょう。セブンイレブンだったんだ。なるほど。到着いたしました。早雲峡でございます。ようこそ早雲峡。イエーイ。右に曲がりましょう。よし。よいしょ。